皆さんどうもこんにちは、忍者ララララダイジャラです。皆様、忍者らで今とても強い忍びカードがあることがご存知ですか？まあ俺もよく試合で使ってるんですけど、それがこちら、お急ぎドローン。これマジ強えっすね。あ、追いすぎドローンって何ですかって話なんですけど、ドーンとね、あのドローンの周りでダンシングね、エモーションを取るとドローンの脇が速くなるっていう効果ですね。まあ、これがなかなか強いんですよね。ドローンタイマー付近でエモーションを続けるとドローンの出現が早まる。このカードを装備した味方と行うとより早まるよってことで、バトルロイヤルにおいて一旦最初のね初動においてドローン取るっていう速度が速くなったりとか、あとチームバトルにおいてみんなでねチームでドローンを踊ることによって早くドローン出して戦えるっていうことがあるので、まあバトルロイヤルでもチームでも結構使い勝手がいいカードで、チームバトルではチームに一人は必須クラスって今言われてるぐらいなかなかに強いんですよね。だから仲間のチームのね、忍びカード構成を見て、お急ぎドローン誰もいないなと思ったら自分が入れてあげるとかするとさらに良きみたいな感じの、すっげえ強いカードです。はい、で、アシストコードなんですけど、まあ、ぶっちゃけこれ何でもいいんですけど、まあ、俺は真ん中の入れてます。はい。あと余ったやつを入れたらいいのかなと思うんですけど、一番下別にいらないかなと思うんで、上と下、このあたりがおすすめかな、つけるなら。さあ、どんな効果かちょっとやってみましょうか。まあ、このね、ドローンタイマーが鳴ってるということで、エモート取ります。発解説らしい。よし、いいね。破壊札とかするとドローンが早く湧くって感じですね。通常に比べてめちゃくちゃ早くドローンが湧くっていう形なので、なかなか使い勝手いいんですよね。なんでこれがでドローン壊して踊ってみたいな感じで一生ドローン取ったりとかもできるんですけど、さすがにこれは弱いんですけどね。こういう使い方ができるって形でチームバトルでもね、めちゃくちゃ使い勝手のいい、そんな守備カードとなってます。いや、このエモーションなんですけど、ちょっと注意したいのが、なんか、エモーションにはね、ずっと続くやつとね、途中で終わるやつがあるんですよ。例えばね、挨拶、いやーだとね、終わるじゃないですか。だけど、このね、破壊札とかだったら、このポーズずっと構えてんですよね。わかりますか？のその違いがあって、なんで、お急ぎドローン使うときは、このずっと効果が続くエモーションを選ぶ必要があるんですよね。ちょっと一回やってみましょうか。はい。これで、いやーのやつやってみます。いやー。いやー。終わるとまた元通りなんですよ。ね。いやー、やった時だけ早くなるみたいな感じで。ちょっとそこの使い勝手がちょっと悪いんですよね、ほんと。なんで、登録しとくのは、ちゃんと、ずっと続くやつ。長いやつとかね、やっとくと、破壊札ってすると、こんな風にドローンが早く湧くって形です。さあ、エモーションでどうやって出すのって話なんですけど、これ人によるのでちょっとよくわからないんですよね。カスタマイズしてる人はカスタマイズの結果を見ていただけたらと思うんですけど、僕はね、ここ左にしてます。十字キー左にしてます。多分上かな？十字キーの上。うん。これで自分の使い勝手いいように合わせるのがいいと思うんですけど、俺は基本デフォルトでやってます。コミュニケーションのところだけちょっと変えてるって感じですね。おいしい。では実際ちょっとこれ使ってね、バトルやっていきたいなと思います。破壊札、行ってきます。さて、やりましょうか、バトルロイヤル。さて、ここでね、お急ぎドローン使ってダンシングしたいと思います。行きましょう。人数ちょっと少ないな、5人か。オッケー。5人の場合ってどうなんだろうな。まあ、とりあえず、もう初手を取ります。破壊札。上から降ってくるところ、絶対。上いる。降ってきた。やっぱ来た。よし。はい。じゃけ、ポーン。俺の勝ち。よし。おい、ダンスさせろ俺に。じゃけポーン。よし、ドローン取ったからもういいや、帰ろう。よいしょ、ほい。さあ、やっつけましょうか、ここで。はい、オッケー、一本。まあ、倒せるうちに倒しとこうよってやつですね、ここは。俺、お急ぎしたいんだけどな。おかしいな。お急ぎしたいんだけど、俺。ドローンねえし。来ちゃった、向こうに。上行くか。下激しすぎるわ、バトルが。オーケー。ではドロー取りましょう、ここで。よいしょ。待って。まあ。痛い。さあ、一歩取れる。抜刀術だね、今のは。いいね、抜刀術。よし。さあ、上は周回他にも知ってる人いそうだね。俺はお急ぎしたいんだって。破壊札。いない、大丈夫。よいしょ。おい。さあ、ドローンを取っていく。後ろから来てる？大丈夫？よいしょ。お前らまとめて！よし。今の完璧ですね。よし。じゃあ次。さあここも。オッケー。しっかり壊して。おっと。おいと。さてダンシングしようぜ。オッケー。めっちゃめんどくさい。助けて。抜刀術。
抜刀術、うえう、通される。さあポン数負けてるね。まあ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 、ドローンマスター取りたいとかやけどね、ドローン取れてねえだよな全然。なんかさ、バトル多いんだよな本当今日。ドローン全然ねえし、どうだ、ドローンなんもねえけど。これおい、どっか行っちゃったね。さて踊っとくか、とりあえず赤い札せずに。こっち来た、よいしょ、どえい、どこ行った、どこ行ったか分かんなくなった。よいしょよいしょ、一旦隠れと。いや、そこ戦っとんな。ちょっと藤山撃っとくか、とりあえず。いや、いなくなっちゃったよ。まあいいや、じゃあなー、そーこー、はい。いや、これは取りたい、ドロー取る、ドロー取る、はい、よし、おれい。いやいやいや、全然全然全然、点数的には最後に上がったね。ふぅ、でもドローマス、あーよかった、ドローマス取れてた。でもポンマス取れてないんだよな今回。おお、あ、でも1位だ俺、よかった。もう追いすぎドローンちょこちょこしてたおかげでほんとギリギリ取れたって感じだね。うーん、名言そそう、いい感じでした。ナイス。まだバトルでゲット祭り開催中、忘れずやろう。よし、さあやりましょうか、チームバトル。今度はチームバトルでね、お急ぎドローン試してみたいと思います。さあみんなよろしくな。よし、いくせい。さてチームバトルにおいてね、お急ぎドローンはね、やった方がいい場所があって、それがここですね。 WNA アカデミーにおいてはここがね、おすすめポイントです。ここを最初ね、お急ぎしとくといいことあるよって感じ。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。よし、おい。さあなんとかなんとかしたいけど、ちょっとなんとか味方来てくれ、頼む。よし、ドローン取れた、あぶね、ありがとうございます。まあまあやれたけどドローン取れた、オッケーオッケーオッケー。そしてでも右上見てください、点数勝ってますね。こちらまだドローンが出る前にさっさと1個飛ばして取ったので良い感じでしょう。さあ次真ん中ドローンあるのであれ取りたいってことですね。ほんとおら、よこせー、よーい。よし、2人やりすず奪った、成功。これ逃げます、味方多すぎる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 、おい、ほぼ全員じゃねえかそれ。おい、でもめっちゃおるってそれ、ウェイ、ナイス。よしよしよし、いい感じいい感じ、みんなさあガンガンと今ね敵を飛ばしてたね。オッケーオッケー、 ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ナイスナイスナイス。これ自害臭ドローン取りに行くか俺が。よし、一瞬踊る一瞬踊る、オッケー。さあこれでダイブキックラフト、早いね、いいね、味方サンキュー、オッケー、バインドしたぜ、取る取る取る、みんなに殴れ、よし、オッケー、ガン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 、うるさいうるさいうるさい、叩け叩け、オッケー、わけがわからんわけがわからんわけがわからん、頑張ろうみんな。よし、そこ任せよう。じゃあ俺はこっちを取るぜ、敵のドローン。さあ今点数勝ってるね、こっち。よいしょ、なんか俺に向かってエモートを連打してた気がする。無視しよう、それはさすがに真剣バトルだこれは。よし、苦しい、よきすぎ、ちょっと待って待って待って、おいおい、俺人気者、俺人気者だな今の。よいしょ、おい、戦おうぜみんなで。やべやべやべ、誰か、ナイス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 、ありがとうございます。次のドローン取りに行きましょうか。おっと激しい、やめろ、ストップストップストップ、行きまーす。いやちょっと多いっすね敵さん、そこはい、なあトルネード隠されてた。いやでも全然全然できる全然できる、いいね、味方めちゃくちゃ頑張ってくれてる、助かる助かる。よしよし、音半取ってるね。おっと試合だぜ今これは、ねえダメだよ、バトルでアピールしよう俺を。守って、ありがとう、ありがとう、全然全然大丈夫大丈夫、ありがとうありがとうありがとう、守る守る意思を感じた。うちのチームみんな5000点オーバーくらい、だいぶ働いてますね皆さん、嬉しい限りで。いやちょっと多いな、そこメンツが。よしよしよし、あサメに食われるサメに食われるやつおる、俺ごめんなさい。よし、おい、いや、すげえとこに爆発した俺の藤山
無能藤山ロケット来た。はい、というわけで大勝利。まあ追い抜きドローンはね、ぶっちゃけ最初しか使わないんですよ。でも最初に取ることによって、本来であればチームメンバーみんながあそこのドローンを取って1個のなんていうの、1個の忍びエナジーゲージを増やせるっていうところのメリットがバカでかくて、それをただに真ん中攻めていくみたいなことができたらだいぶいい戦いできるんですよ。おっ、オソロッチじゃん、名言早々。はい、というわけで、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。いかがでしたか。ちょっと今回ね、 お急ぎドローンっていうカードを使ってみました。まあバトロワでもね、チームでもほんと使い勝手良くて、ほんとちょっと残ってるっていう時にね、ピャッとはばかしたりとかできるので、ちょっとした時短に使えます。まあ、一番使うのは開幕。一番開幕ですね。忍者だってスタートダッシュ。初動ミスったら死ぬので、初動の事故を減らす。初動で勝つ。ってことは勝率が上がるってことなんですよね。なんでお急ぎドローンはね、やっぱチームバトルにおいては、まずはほぼ必須級ってことで、バトロワにおいては、まあ、つけてもよし、つけなくてもよしっていう感じなんですけど、まあ、なるべくつけてもいいカードとなってます。俺はおすすめです。はい。まあ、エモーションとかね、結構見せる機会ってあんまないんで、今回ちょっと、ね、待機場とかでめっちゃ遊んでたんだけど、実は。まあ、そういったエモーションとかで、ね、ぜひともね、ショップとかであるので買ってみたりとか、バトルパス、忍者パスとかでね、そういったエモーションたくさんゲットできますので、ぜひともね、パス購入してでも、いろんなエモーション試してみてください。はい。それでは終わりましょうか。皆さんはチャンネル登録しなかったらチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。ダイダラでした。見てくれてありがとう。また次の動画でお会いしましょう。